アルタイム対戦、球審祭、東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人。初球は何で来るか。真ん中打ちました。これはどうだ。ツーベースヒットになりました。続くバッターは大谷。さあ今回はどういったゲージ配分で進めていくのか。入れていきます。ファウル。バッター外野、ツーベースヒットになりました。打席には3番バッター吉田。ライトへ打球伸びる。外野に落ちる。ヒットが出ました。バッターは4番柳田。初球打ち、これは大きいぞ。ワンバウンド、転がる。スリーベースヒットになりました。バッタートライ。2球目打ちました。いいところに落ちました。さあヒットが出ました。ファイター。バッターは6番浅村。吉田、先ほどの打席はヒットでした。初球打ち、アウト。魂ゲージがマックスになりました。ここは慎重に行きたい。打ちました。打球はセンターへ。外野に落ちました。これはアウト。打席には5番バッター柳田。先ほどの打席はスリーベースヒットでした。高めのボール、弾き返した打球はレフトへ。外野に落ちる。アウト。残念ながら惜しくもエリアの外。アウト。弾頭タイプのマシン A を選択しています。最後は決まっています。2球目打ちました。これは内野ネットに当たってアウト。バッターボックス鈴木。インサイド落ちました。ファウルボール。魂ゲージがマックスになりました。さあ何を投げてくるか。ファウルボールです。ノーボールツーストライクです。引っ張った。ワンバウンド。さあどうなる。ツー。引っ張った。いいところに落ちました。しっかりと見極めました。引っ張った。アウト。外野ネットに打ちました。外野に落ちました。転がった。打ちました。ヒットが出ました。2番バッター柳田。
ピッチングマシンには魂ゲージが装備されています。魂ゲージはプレー内容に応じて初球打ちファウルになります。なかなかタイミング合いません。ノーボール2ストライクです。インコース詰まりました。これは打ち取られました。アウト。バッターボックス大谷。アウト。ダイヤネットに当たってアウト。バッターボックスには4番イチロー。打ちました。ヒットが出ました。5番に回ります。バッター吉田。ストライク。初球変化球を振っていきます。ストライク。インコースにバットが出ます。すぐに追い込みました。ワールボール。打ちました。内野ネットに当たってアウト。はい、変化球が決まっています。ノーボール。打ちました。ヒットが出ます。高め打ちました。いいところに落ちました。アウト。残念な高めのボール外野に落ちました。さあどうなる。2球目打ちました。これも初球打ち外野に落ちる。これはどうだ。残念ながら惜しくもエリアの外アウト。バースが打席に入っています。先ほどの打席はヒットでした。打ちのボール打った。フライになった。ツーベースヒットになりました。はい、低めにストレートが決まっています。ここはあっという間に打ちました。転がってヒットが出る。決まったですね。初球打ち、ファウルになります。2球目打ちました。ファイターズが見事勝利しました。この辺りで失礼いたします。